はい、どうも、ゼロ元と申します。ちょっとね、バタバタ帰ってきて急いでやってるんですけども、今現在ですね、イベントマッチの方が来ております。はい、イベントマッチの、これじゃない、これハイジャンプバトルですね。ルールはガチヤグラです。はい、ジャンプ力が大幅にアップして、イカスポーンした時のアーマーの耐久力がアップで、基本ギアパワーのみ有効っていうのは変わらないのかな。今までもそうだったのかは忘れましたけども、はい、まあめちゃめちゃジャンプ力がアップするっていうな、 PV の方にもねちょっとあったんですけどもね、これが今来ておりますので、今日はこれをやっていこうかなと思います。で、さっきちらっと見えたんですけども、まあガチヤグラなんで、私の相棒のクラッシュブラスターを持っていって、まああとウルトラショットだね、あのハイジャンプバトルなんで、なんかピョンピョンしてる人が多いと思うんで、まあそこを打ち抜いてやろうと思います。で、頭はオクタグラス、ラストスパートと、で服と靴は、スペシャル増加量アップと怪物かな。はい、まあ、怪物つけてるのはね、まあ多分ヤグラの上であれっすね、あのバリア張る人が結構いると思うんで、多分バリア、そうだよね、多分大丈夫だと思うけどな。うん、はい、というわけでね、早速試合の方行ってみたいと思います。さあさあ、じゃあナンプラ遺跡ですね、やっていきましょう。まあちょっとね、まあ、ギアパワーもそうなんですけど、ちょっとね夏っぽい格好を意識しました。はい、ということでいきましょう。エクスプロシャー、ワイファーノバ、なるほどね、向こうにもエクスプロシャー、すげえ飛ぶ子に、何これすごい、ピョン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 、でもなんか思ってたより飛ばんない、なんか俺もっと飛ぶと思ってたな。こどうやって立ち回ればいいのかわからん。あ、そうか、ハイジャンプバトルだからエクスプロッシャー強いんじゃないのかってことか。なるほどね、もっと高い位置から、エクスプロッシャー叩き込めるからってことか。おお、当たったうぃー、やべ、これ後ろかける、そうだね、あー、ラピッド下が塗られてなかったなハイジャンプむずいな、どうすればいいんやろ、あんまジャンプ、うん、な、突然ありえないところが撃たれてくるからわからんな、これずるいよな、ヤグラでここいるね、あ、ダメ、あー、わかんね、わかんないなり、うわ、ちょっと待って、イカロールしたらめっちゃ飛ぶ、なにこれ、これさ、あそこの場所にも飛べるんじゃん、おお、すげえ、ここ乗れる、あそこの場所に乗れるんちゃう、これほら、あ、乗れない、さすがに無理、わからん、わからん
あれでかジャンプしてるところをウルソとかで撃ち抜きたいんやけどな。おいで。射程短いからそんな無理に前行けねえんだよな。おぶきた。ああうまい、それはうまいな。おおすげえ、めっちゃ緑、めっちゃ緑だ。塗り武器がいないんだよねこっち。塗り武器欲しいわこれ。いやーこれ無理だ、人数差でバチクソ負けとる。人数差で負けてるときはもう無理しちゃあかんのよ。ほいほいほい、いやこれどうすれんやろこれ。高いところからウルトを打ちたい。イカロールさえめっちゃ飛ぶなこれ。あーむる、よしほら、おーむずいなこれ。うるしょ、おーびしょ、よし、いけいけいけ、おそおそおそ、うわー切られた、うん、まあまあまあ所詮はこんなもんですよ。ウルショむずくない思ってたのとちゃったな。はい、再びナンプラー遺跡ですね。はい、今回は何この武器の組み合わせ今回は必戦っすね。必戦で、ジェットパックをちょっと試しにやってみようかなと思うんですけど、何これ必戦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 、ドライブ必戦必戦ドライブワイパー、どういうこと。おお、やべ、危ね。これで思ったんですけど、これ無理に飛ばなくてもいいような気するんですけど、どう思います。無理に飛ばずに、なんか要所要所で相手が飛んでるところをむしろ狩るみたいな感じでよくない。いるな、これはね。よし、あぶね。ジャンプした後真下に置かれたらどうにもできんな。そこでここに行けるのいいな。いってナイスドリンク、これだからドリンクはやめらんねえ。多分単純に俺がジェッパーの使い方は下手やな。これはうわ、いまだになれねえこのハイジャンプ、わかんねえ、どうすりゃいいんだこれ。
やべ、ああ嘘、今の当たりますか、これどうしたもんかな、これいやーマジバリアうぜえな、おいるんか、いるな、とりあえずカウント進めて、ちょっと俺が乗るのあんま得策じゃないよ、あいつ言うてもでもあれやな、言うても今回そんな射程がいるやついねえや、よっしゃナイス、おーいい逆転、はっ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 、これですよだって矢倉進んでんのになんかどんどん相手さんキルしようと奥に行ってたからね、はっ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 、ういよし金目鯛いきましょう、再びクラッシュブラスターですね、はい、お風呂お風呂お風呂、あーお風呂はあれか、ジャンプして上からなんかバシャバシャ湯船をぶっかけるっていう感じか、これはねどうしたらいいの、あそこやばいよ、そこやばいよ、危ない、とりあえず返してもろって、結局どのスペシャルがいいのかわからんよね、ここまでやった感じウルショー個人的にいいんやけど、これ来るな、ほら、打ち抜いたったで、こういうことやろ、こういうことやな、いやこれ来るな、雨が来る雨が来る、あ痛いうわすげえ、そんなとこ登れんの、そんなとこ登れるんか、そうかハイジャンプならそんなとこも登れちゃうと、あここ登れる、この細いとこ行けんのこれ、ここあここ滑るね、何してんのこれみんな戦ってるというのに、これね、これイベントマジのこのルールのまんま、なんかプラベとかさ散歩とかできないもんかね、これはね、これ上いけねえの、うわ登れそうやった、あーマジ足らんのか、足らんのか、これはどうしたもんかにゃー、あやべこれまで、あぶねえ、でもこっちもいねえ誰もこっちも誰もいな、おらんかった、なるほどな、でも高いとこ登れたからといってインクの補充ができないんだよな、そうなってくると、だから こういうところ一気に飛べるってことやな、あ乗ってるよね、あーマジか足らんか、前に行きすぎ、ちょっとちょっと
前行きすぎ、やりすぎ、それは守ってちゃんと上から来るよ。乗ってて乗ってて、捕まって乗ってて、ナイスなんか敵来ねえなと思ったら暴れすぎ。いや暴れるのはいいけど、一回崩された後一気に詰め寄られるから、矢倉進めるときは進んだ方がいいんだよな。おい、はい、というわけで今回はね、イベントマッチのハイジャンプバトルですね、こちらの方をやってみましたと。はい、まあ、ちょっと他のステージでやったらどうなるかわからないですけども、わりかし最初の方は混乱するかもしれないですね。うん、なんか行けないところに行けたり、急に敵がありえねえ方向から来たりとかね、なかなかカオスな状況になると思うんでね、まあやれる、タイミングがあればね、やってみてもいいんじゃないでしょうか。でこのイベントマッチがね、いまだにその時間もたった2時間しかやらないし、日付というか時間帯もね、なんか変な時間にやるし本当にね、もうちょっとね気軽にイベントマッチやれる感じに緩和してほしいなとは、個人的にはね、思っております。はい、では今回はねこんな感じで終わろうかなと思います。また次回もよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。